グアム作戦は太平洋戦争で日本軍が実施した南方作戦内の作戦の一つ。陸海軍中央協定で定められた作戦名称は G 作戦。1941年10月末、陸海軍は台米エラ作戦の計画をそれぞれで決定し、海戦壁と海軍のハワイ空襲とともに陸軍は海軍と共同し、主力を持ってフィリピンを呼び、 マレー半島を石鹸し、ランインを攻略して、資源地を確保し、戦争遂行体制確立を起とした。これら陸海軍の主作戦と並行して、海戦初期に実施するグアム・ウェーク攻略戦、ビスマルク諸島攻略など中南部太平洋方面の作戦は、南東太平洋の戦略体制を有利にし、連合軍の反撃基地を覆滅して、 南方進行作戦の左側面を援護する試作戦であり、主として海軍が担当し、陸軍は南海支隊をもって共同することになっていた、グアム島攻略における陸海軍中央協定は、ビスマルク諸島攻略に関するものも含めて指示された。陸海軍中央協定では、作戦目的を河原部島及びビスマルク諸島の用地を攻略して、 南洋諸島方面に対する敵の脅威を封殺するにありと定め、作戦方針を陸海軍共同して、作戦諸島河原部島を攻略し次敵を見て、ラバウルを攻略して航空基地を獲得すると定められた。また、グアム作戦の名称は G 作戦と定められた。記載時間は日本時間。1941年11月。 陸海軍中央協定が成立した。14日と15日の両日、協定の改戦に決しては、なるべく早なる時期に、左の陸海軍指揮官をして東京または敵にの地点において作戦に関する協定を行わしむにより、第4艦隊司令長官と南海支隊長との間に、陸海軍現地協定が協議決定され、下旬に正式に締結された。十一日、 南洋部隊命令策第1号が発令され、グアム島攻略の第一兵力部署が定められ、開戦前最後の南洋部隊内の作戦会議がトラックで実施された。1941年12月8日午前5時、グアム島攻略部隊指揮官は航空部隊にグアム島攻撃を命令し、戦闘が開始した。10日午前3時、奇襲上陸に成功。午前6時過ぎ、 グアムの米人、原住民は日本海軍指揮官に降伏した。ありがとうございます。